今回は穴埋めクイズです。上と左から読んでくださいね。制限時間は15秒。全部で15問です。1問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。煮物、手元。真ん中の文字は、もになります。2問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。鎖骨、ココア。真ん中の文字は、コになります。3問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。毛ガニ、東。真ん中の文字は、ガンになります。4問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。通路、ノード。真ん中の文字は、うになります。5問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。名指し、素材。真ん中の文字は、ザになります。6問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。ひらめ、えらい。真ん中の文字は、らになります。7問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。歴史、無傷。真ん中の文字は、木になります。8問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。残り、仕込み。真ん中の文字は、こになります。9問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。うりち、セリフ。真ん中の文字は、りになります。10問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。
答えです。なだれ、メダカ。真ん中の文字はだになります。11問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。脇見、仕切り。真ん中の文字は木になります。12問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。モグラ、メグミ。真ん中の文字はグになります。13問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。仲間、深さ。真ん中の文字はかになります。14問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。ネギマ、右手。真ん中の文字はギになります。15問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。下校、木こり。真ん中の文字はこになります。よかったらグッドボタン、チャンネル登録、シェアなどよろしくお願いします。ではまた次のクイズで会いましょう。